整数問題。知ってる人は5秒で解ける余りの問題です。では始めましょう。100以下の自然数のうち11で割ると9余り、9で割ると7余る数を求めてください。では解説をします。結論から言うと、11と9の最小公倍数である99から2を引いた97が正解となります。理由として、割る数と余りの差がともに2で等しいので、11と9の公倍数である99の倍数より2小さいものが答えとして当てはまりますが、100以下の自然数という条件により99-2=97しか成り立たないことになります。より詳しく説明します。整数 AB を使って11で割ると9余る数を 11A+9、 9で割ると7余る数を 9B+7 と表せ、それらは代位により等しいです。答えの逆から考えると、式の両辺に2を足すと上のようになり、11と9は互いに素であるため、 A+1 は9の倍数、 B+1 は11の倍数となるので、両辺は99の倍数になることがわかります。よって99の倍数から2を引いたものが本題のポイントとなります。